完全に風の影響を受けるのは分かっているので、とりあえずちょっと水中機でやってみますね。時刻が、4時54分ですね。4時54分では1投目行きたいと思います。狙ってる棚3ピロですね。行きます。ハリスミは重りは打ってません。まあ、この辺こう波がこう被る可能性があるんで、まあ、荷物はまあ安全な場所に置いてですね、こう必要なもんだけ周りに置いてます。まあ、実はあの先週初島に行ってきたんですけどね、初島 の第一堤防っていうね、あのフェンスのとこで釣りしてたんですけど、いやー渋かったですよ。一番人気のある先端の方ではメジナーが結構釣れたらしいです。まあ、35センチから、まあ、40センチの間ぐらいのメジナーがなかなか釣れてるようでしたけどね。フェンスのところ、テトラのところというのは本当に全く餌取りが見えてるのに餌も取られないっていう、そんな状況だったんですよ。それで夕まずめにようやくメジナーを釣ることができてですね、まあ、30センチのお腹メジナーでしたけども、もう本当それっきりですね。かなり渋かったです。まあ、またそのうち初島はリベンジしたいと思うんですけどね。今日はこの城ヶ島でなんとかメジナーの顔を見たいと思います。お、なんか食ってたよ。まだこれ、なんか食ってました。お、エラが食ってました。エラが食ってましたね。あれ、エラです。よっしゃ、当たった。当たってます。あれは当たってるでしょう。すいません、オーバートキラトリッシャー、はい、乗った。なんだこれ、なんだ軽いな。ベラだ、やっぱりベラなんだこれ。ベラです。これでですね、今仕掛けを変えました。水中機を外して、ゼロシブっていう浮力ですね、ゼロ号と005の間の浮力の浮きを1個にして、もうほぼ浮きは固定です。なので、ハリス分だけですね、狙う棚はハリス2ヒロちょっとですね。あ、なんか食った。おー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 おお、なんかが食ってます。なんだこれは、なんだこれ、スズメダイか。しかも素手がかりしてます。あ、ごめんごめん、上にいるのか。どれ、よし、乗った。乗ったか、やっと乗ったけど、この竿の叩き方は、もしや、もしかするとバレるなよ。アイゴだね、やっぱりアイゴです。来ました、ついに。ダメか、元気だな、アイゴ。振り上げるか。ノーラ振り上げた。せっかくなんで食べましょうね。いい方だし、とりあえずこのアイゴが釣れた時しか活躍しないトゲ切りバサミでですね、このチョキチョキして、アイゴを持って帰るのは久々ですけどね、今日はたまには食べてみたいと思います。
け。よし、乗った。あいこか。お、これはなんだこれ。メジナじゃないの。お、メジナだ。よいしょ。ぐらいかな。はい、今の仕掛けを一旦変えました。ハリスを2ヒロあったハリスをですね1ヒロまで詰めて、で浮きを0支部から00号まで変えました。ちょっとやっぱり当たりが出ないまま餌が取られてるんでですね、棚を浅くして、まあたまにそれでも付け餌が取られずにこう沈んでいくことってあると思うんですよね。餌取り取られなかった時に、その時はまあ少しずつさらに中に入るようにですね、まあそんな想像をしながら仕掛けを変えてみました。まあこれでちょっとどうなるかわかんないですけどね。まあちょっと何か変えないと。待っててもあまり意味がないので、シャトルか、だった、乗れよ、乗った、なんだこれ、わあ、いろんなものが釣れます、フグです、ほら、可愛らしいですね、可愛らしい。できましたね、サバですね。もう重く釣りです。よっしゃ、あった。アイゴかな。アイゴでしょうね。あ、この感じアイゴだよな。ダメだ、もう言い方は全部アイゴ。
ップしてメジナが来ました。ほら少しサイズアップした。いいえ、よかった。いたね、ちょっといいサイズのやつが。30センチはないけど、さっきと同じぐらいですねこれね。26センチ、持って帰ろう。よっしゃ、では今日はもうこれにて終了したいと思います。ちょっと大した釣果にはならなかったですけど、竿が曲がったのでよしとしましょう。